ADMJTV 小林です。まず川田さんに一つ目の商品コーディネートしていただこうと思います。スワロスキークリスタルが挿入されたお財布とバッグなんですけれども、はい、お財布はやっぱり春に買っていただくのがすごくいいっていうことで、はい、来週のオンエアに買っていただいて2月に使っていただくっていうのがなんか、はい、いい感じな、なんか入ってくるらしいです。あ、そうなんですか。そうなんです。知らなかったです。なので、はい、コーディネートはちょっとお財布は置いといてですね、はい、このバッグをどんな感じで、はい、この春持ったらいいか教えていただけるとありがたいです。はい、すごいラグジュアリーで素敵なバッグなんですけれども、はい、やっぱり私がちょっとこう第一印象はすごくこうきちんとしたオケージョンには、まあ、こうちょっと想像がつくかなって思うんですけれども、はい、まあ、バッグがすごく素敵なのであえてちょっとこう変化球とは言わないんですが、はい、少し私なりに大人のかっこいいカジュアル目線でコメントをさせていただきたいと思うんですけど、はい、よろしいですか。はい、お願いします。はい、で今年は皆さん赤が流行りなんですよ。はい、そうなんですね。はい、でこうちょっとね綺麗な赤、黒ともすごい相性がいいんですけれども、はい、例えば黒ってすごく何にでも合わせやすいんですけども、はい、ちょっとこう大人カジュアルかっこよく赤黒のちょっとこうドラマティックな感じにピリッとしたこうラグジュアリー な、はい、バッグっていうのもすごくかっこいいかなと思います。はい、もちろんコンサバティブなお洋服にもとってもマッチすると思うんですけれども、なんかどこかにこうちょっと一つエッジというかトレンドを入れるとまた雰囲気もすごく変わるので本当に例えばこれ T シャツでもいいんですね。なんか楽そうですよね。うん、楽そうです楽そうです。本当カジュアルな T シャツでもいいですし、でも形もすごい綺麗だし、はい、なんかそんな楽な格好ってついついしちゃうけど、うん、そうですね、って感じですよね。はい、でも楽なちょっとエレガント、はい、そこに靴もちょっとねパンプスとかも、ね、はい、メタリックな感じの素敵、色合わせで、はい、あ、そうですね、はい、そうするとこうちょっとコントラストがかっこよくなったりとか、うん、はい、こうちょっと大人のツヤをかっこよくバッグと小物でこうちょっと入れるっていうのも楽しいです。これ色が実は黒以外にもグレーとかあったりするんですけども、はい、グレーもじゃん、ありがとうございます。はい、グレー来ましたね。はい、グレーだったら、はい、ちょっと私はやっぱりおすすめがあるんですけども、はい、ワントーンコーデ、あ、流行りです。ちょっと大人のワントーンコーデすごく上品ですね。はい、で例えばですよ、私だったらちょっとこうちょっと失礼しますね。はい、まさかと思うかと思うんですけども、はい、ちょっとこう優しいお色目の、うん、私ストー、スカーフもすごく流行っているので、そうですよね、はい、ちょっとポイントに、かわいい、バンダナ柄なんですけど、スカーフだとツヤ感があるので、カジュアルすぎないと思うんですね。うん、でお顔の周りも明るくなるので、シワも隠れるし、でこれにちょっと今年の柔らかいパンツを合わせて、先ほどのっていうのもちょっとこう颯爽とした感じ、うん、春なんですけど、こうちょっとコンサバティブにとどまりすぎないで、こうちょっといろんなシーンが、はい、したスニーカーでも逆にいいかもしれませんね。そうですね、ありがとうございます。はい、もう一色だけお願いします。はい、もう一色ベージュ、あ、来た来た来た。ベージュはね、はい、やっぱり皆さん大好きなお色かと思うんですけれども、はい、例えばですね、ベージュだった場合には、ちょっと小物で可愛くちょっとピンクとかを刺していただいて、あえてちょっと足元にちょっとエスニックなちょっとキラっていう外しっていうのもいいと思います。はい、春は割とそんなにこうちょっとアウターとかも脱いだりして、これから少しこうジャケット脱いだり少し薄手になりますよね。そういう時にちょっとこうインパクトのある小物っていうのもすごくバランスがいいと思います。ありがとうございます。はい、なんかこういつもエレガントな装いの方にも、うん、はい、こんなこうリラックスしたお洋服でエレガントが、はい、ちょっと大人、やっぱり大人の女性ってある程度綺麗にしとかないと、はい、結構私もやばいんですよ。何をおっしゃいますか、鈴さんはもういつも綺麗にしてらっしゃるから気抜いて、はい、しまうんですけど、はい、なんかこう着てるものはリラックスしてるのに、はい、こうやっぱり小物で
プラスしていくっていいですね、はい、それがあまりこう気負わずに、硬すぎない感じで、例えばこれもコットンパールなんですけど、いつものパールをちょっとコットン、素材を春らしく変えていただいて、こういったところでカジュアルを意識したりとか、サングラスもちょっといいですか、こんな、はい、ベージュと相性がいいので、ちょっとバッグの横にこういうふうに小物のこう小物のようにアクセサリーのようにちょっとかけたりとか、そういうことだけでも全然変わりますよね、変わりますよね、はい、ありがとうございます、はい、こんな感じでこのバッグがアレンジしていただきました、はい、川田さんありがとうございました、ありがとうございます、次行きます。